よく聞きましたね。今何て言いました？日本語ですか？そうですね、ちょっとでもあの放送禁止でしたね。そうですね、あ、思いっきり言ってますね。言ってますね、P が入ります。そうですね、あ、うまい、ここはカットが待っていた。キャンプ選手もね、だいぶこう抜けにしましたよね。はい、そして黒いドラ、トラックとダブルドラッキング、まさに新進電車です。はい、ですよね、見えましたね。マスクドスクワット、いよいよメインイベントですが、泉さん、はい、いきなりの波乱ですね。いや、ハプニングが先ほど起きましたね。そうですね、
さあいきなりこれは助っ人登場でマッチョパンプが登場。さあ一体どういった展開になるんでしょうか。今マッチョが出てきた瞬間のね、はい、手ぐれ軍のね動揺ぶりといったのはなかったですね。そうですね。さあ、はい、ティグレ軍、トラ軍団はこれは作戦会議中か。そうですね、早くも先手を打ったという感じですね。はい、出場予定でした水木リオン選手が怪我のために欠場、急遽欠場となりました。その代わりに助っ人、強力な助っ人、青コーナーサイドマッチョパンプ登場であります。さあデビルズとこの辺りもやり合っている。そうですね、このバーレスクダンサー同士の構想というのもね、はい、そちらの方もありますからね。そうですね、デビルズとデーモンズの戦いも波乱含みであります。赤コーナーサイド4匹のトラ、エースブラックエテルナラムダ、さあ絶賛増殖中。そのトラ軍団、ストップザトラ軍団なるか。青コーナーチーム、さあ先発、いきなりリーダー格のエースが出てきた。そしてバンクーバーキャット、マスクドスクワットチーム、さあそして助っ人登場マッチョパンプ。黒いトラブラックと目まぐるしい展開。おっと外に出てしまった、勢い余った。そこからスイング、変幻自在の動きを見せるぞブラック。さあ三上出てきましたよ。そして三上の登場、マスクドスクワットチーム、緑のトララムダ、水井さん、これ見る側ももう追いつかないほどのスピードですね。そうですね、それぞれはそれぞれ持ち味を出してますね。両チームの選手が目まぐるしく交代していく。トラ軍団は赤いトラのエテルナ、そして青コーナーチーム、マスクドスクワードチームは藤田峰雄。さあどうする掴むか、ここはかわしていく、バックの取り合い。よく聞きましたね。今何て言いました、日本語ですか。そうですね、ちょっとでもあの放送禁止でしたね。そうですね、あ、思いっきり言ってますね。言ってますね、 P が入ります、放送では P が入ります。これ玉テレビでは流せないですよ。そうですね、玉テレビなんですが流せません。そうですね、玉、はい、テレビなんですけどね、はい、あここもまた急所攻撃、あっとどっちもだ、反応で急所攻撃、急所攻撃、急所打ちのスパイラル、急所打ちもスパイラルになるんですね。さあ出ましたよ三上選手、マスクドスクワットチーム三上、はい、そして黒いドラ、エースとブラックのダブルドロップキック。やはりこの三上に対して、ね、キーポイントって分かってますからね、こういう合体攻撃というものを言いますね。一気に飛ぶのか、フェイントからのティグレポーズ、リング下にはモラドも控えているぞ。さあ5匹のトラを相手にしているマスクドスクワットチーム、
まあ、これ三上選手に聞いたところですね、はい、マスコスクワットチームはですね、はい、まあ、今夏公開のスーサイドスクワットという映画があるんですが、はい、まあ、それがかっこいい生かしたやつらということ で、でチームスーサイドスクワットという名前に改名したらしいですね。なるほど。もともと三上選手でスーサイドボーイズというニックネームですからね。そうですね。あ、うまい、これ上がった。さあ、このカットが待っていた。さあ、場外戦。いや、キャットもいい動きしましたね、今のはね。そうですね。さあ、場外戦。まあ、リオン選手もセコンドにつきながら、ね、ああいう松葉杖攻撃をね、うまく使ってますね。はい。激しい両者の場外戦が繰り広げられています。場外戦が続いている。さあ、マッチョとエースが絡んでいくか。局面局面で激しい場外戦。おっと、キャットがバットを持っているか。キャット選手もね、だいぶこうイメチェンしましたよね、はい、ハーレクイーンキャットという、ね、そういうイメージだそうなんですけども、それは構想してますね。映画スーサイドスクワットの登場人物、ハーレクイーンをモチーフとしています。しかし場外乱闘がまだまだ続きますね。まだ続いている場外戦、はい、やはりこの三上選手の出現によってもう新しい軍団構想のスタイルができましたね。そうですね。青コーナーチームスーサイドスクワットさん、はい、三上が戻ってきたか。まあ、三上選手もね、この夏に映画が公開されたら、あ、スーサイドスクワットって僕らのことだったんだって分かってもらえると言ってましたね。なるほど、はい。まあ、それだけこの、ね、映画がモデルになっているということですよね、はい。さあ、ハーレークイーンが入ってきたぞ。背中に強烈なキック。あっという間に5分が経過している。いや、先ほどからリオン選手が、ね、うまい具合に松葉杖を使いますね。怪我のため本日試合には出られなくなりましたが、この辺りはうまいインサイドワークを見せている。またしても場外戦。まあ、ここまで見た感じなんですけども、はい、このまあ今回この代打で出てきたマッチョパンプがいい動きをしてますよね。そうですね。リオン選手の穴を完全にマッチョパンプが埋めている。そうですね、このスーサイドスクワット、このマッチョバンプが加入したことでさらに強力なユニットになってきましたね、はい。さあ、ストップザトラ軍団、そのためにさまざまなキャラクターが集まりました。チームスーサイドスクワット、おっと、これは股間にこれはすごいバットを入れている。これは止まりません。これ電車ごっこみたいですね、はい、まさにチンチン電車です。いや、はい、これは放送では P が入ります。またしてもタマテレビで流せないですね、はい、タマテレビだけど流せません。さあ、どうなるか。これはかわしていく。おー、放送のトビー、これは当たりませんか。三上選手、今日はね、あの初マスクなんですけどもね、はい、特にもうあのいつもと変わらない動きしますね。そうですね、初めてとは思えません。
さあ激しかった乱撃戦、ここで一気に一旦空気を変えるか。マッチョパンプ間を取ります。そしてブレンバスター切り返す。コルバタで切り返していく。さあエテルナ、エテルナのこの空中殺法は脅威ですよね。出ましたね、この跳躍力ですよ。そうですよね。さあ逃がしません。場外にエスケープかと思われましたが、カウントが入る。マッチョが危ない、マッチョが危ない、マッチョが危ない。さあ今度は関節、あキャットも捉えられましたね。おっとキャットも捉えられた。ああ藤田も、藤田ミネオも捉えられる。そしてブラックが三上を、ああ全員捉えた。これは危ないぞ。チームスーサイドスクワット、ギブアップか。はい、初決勝で初黒星になるかもしれないですね。さあこらえている、全員が捕まっている。やはりこういった合体プレーになるとトゥフレスの方がやっぱり上手いですね。チームプレーでは長けているぞ。おっとキャットが捕まるか、ドミノバルですか、キャットが捕まるか。うわーこれ4人捕まえている。いや下に乗ってもらった。藤田が入ってきた。さあラムダ、ラムダを捉えるか。分断されましたね。そうですね、
絡みが捕まってるんですよね。捕まってますね。おっとバットが上切り破ってる。おっと後ろからシックスメーカー、ここで出ましたね。さあ、これが出るということは次はこれですよ。雇ってください。おっさん、おっさん。10周年に向けて、頑張ります。まあこっちのチームは、水くん入れてまた若いスピーディーなチームになると思うんで、ティグレス同様応援していただければと思います。マッチョさんは勝手にやります。はい、一人が好きです。じゃあさっきキャットが締めたけどもう一回締めますか。ちょっと急に振られたあれですけども、皆さん。本日はご来場誠にありがとうございました。前回の覆面マニアさんから本日も念願として参加させていただきました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。